さあ、行くぜ、ラギョス。その名前で呼ぶな。俺はローグだ。しかしこの依頼。どうした、気になることでもあるのか。いや、もともとはお前が相棒を誘うつもりだったんじゃねえかと思っただけだ。な、そんなわけあるか。さっさと行くぞ、奴らに先を越される前に。クロ、ここに来る前ローグと一緒にスティング探してた。それでフェアリーテールのギルドで見つけてというわけか。なんと間の悪い。ギヒ。まあ俺には関係ない話だがな。どこに行くかな。ここだな。気を張っていけ。ボット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 。敵か。すぐに駆けつけるの。シャドウプレス。ギヒ。ヘッドリューケン。勝利はいただいた。あれはサラマンダーたちか。くそ、先を越されたか。俺たちも行こう、ガジル。二人とも遅かったな。こいつは俺たちの獲物だ。行くぜ、ナツさん。任せろ。なんだ、後ろか。これはもう一匹いやがったか。それじゃあこっちは俺らの獲物ってことだな。うわっと、あぶれ。おい、どっちがどっちをやるんだ。ち、勝負なんて言ってる場合じゃないか。全員でやるしかなさそうだ。ギヒ、それはそれで楽しそうじゃねえか。行くぞ。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。白龍のホーリープレス。英龍の宝刀。ギヒ。ヘッドリューク。やっ、やっ、カリーの絶海。ホーリーレイフ。物足りねえな。もう一丁行くか。はあ、終わったな。結局勝負はうやむやになっちまったな。そうだな。でも分かったことが一つあるぜ。やっぱり俺とお前が最高のコンビだってな。俺はこうやってお前と一緒に戦う時が一番力を出せるんだ。スティング。
そうだな、俺も同じ気持ちだ。これからもよろしく頼むぜ相棒。僕もいますよ、スティング君、ローグ君、クローマ。ああ、一緒に最強を目指そう。オイラたち、腹の外になっちゃったね。ま、仲直りできたみてえだし、いいんじゃねえか。結局引き分けみたいになっちまったけど。別に俺はここでお前と決着をつけたって構わないんだぜ。なに、いつでもやってやるぞ。やめておけ、俺たちもさっさと帰るぞ。よし、おっと、敵か、すぐに片付ける。宝箱か。どこに行くかな。ここだな。さて、おっと、帰ってきたか。さっきはすまなかった、頭に血が上っていろいろとひどいことを。俺の方こそ悪かったな。でも分かってくれ、俺がナツさんたちと行動するのはギルドの仲間のためだって。さっきの戦いで分かったよ、お前は確かに強くなってる。そして仲間のために強くなりたいっていう気持ちも分かるさ。ただたまには俺とも一緒に仕事をしてくれると。うちなんだよ急に、そんなの今さらでもねえか。最近は確かに別々でいることが多かったかもな。正直俺は嫉妬してたのかもしれないな、お前が別のギルドのメンバーと仲良くしてることに。ローグ、そうだ、お前もナツさんたちと仕事しないか。俺とお前で一緒に。なんだって。でもいいのか。俺は別に構わねえよ、俺はとっくにお前も仲間だと思ってるしな。ギヒ、また面白くなりそうじゃねえか。なあ、ナツさんたちもこう言ってるし、またこの4人で一緒に仕事しようぜ。そうだな、たまにはいいかもな。クローマ、
よろしく頼む、ナツ、ガジロ。何？ラクサス、何の用だ。実はお前に雑誌の特集の話が来てるんだ。復活雷のイケメン魔導士って題名で、お前はうちのギルド一の伊達男だって思うしな、ぴったりだと思うんだが、受けてみないか。おお、でなんでそんな話がお前経由で来るんだ。いやあ、ほら俺もたまに雑誌の取材受けたりするからよ、そのつながりで。どうせお前に来た話を俺に買われってんだろ。げっ、なんで知ってんだよ。ルーシーが噂してるのをたまたま小耳に挟んだだけだ。ちなみに俺はお断りだ。お顔を当たりに。くっそThank you.
帰ってきたか。グレイ、雑誌の特集の代役は見つかった？っていうか、なんで知ってるんだよ。ルーシーから聞いたの。あいつ、口が軽すぎるぞ。そうだ、じゃあ私が代わりに言ってあげようか。ルーシーから聞いてんなら知ってるだろう。特集は男しかダメだって。もちろん知ってるわよ。だから私がグレイとして言ってきてあげる。お前、まさか俺に変身して？それでいいのか？嫌ならやめておくけど。まあいいや、代わりにやってくれるなら何でも。じゃあ頼んだぜ。任せといて、バッチリやってくるわね。グレイ、見たわよ、今週の週空。ああ、例の特集が載ってる号か。うまくやってくれたのかな。これ本当にグレイ？なんか写真のポーズがいちいち女っぽいんだけど。なに確かに。いい写真じゃねえか。ポーズもちゃんと真似てくれよ。これミラさんなの？確かに言われてみればそういう感じに見えてきたけど。自業自得だろう。最初から自分でやればよかった。何も言い返せねえ。あ、グレイ、特集見てくれた？ああ、お前はよくやってくれたよ。全部俺の責任だ。反省してる。グレイ様、あの雑誌のことでジュビアから大事なお話があるのですが。ああ、後で聞く。まずは事情を話してこの誤解を解いて回らねえと。ったく、騒がしいやつ。これはしばらくネタにされそうね。そうだな。ギヒ。
ましたね。行こうかな。ここにしましょう。君が依頼を受けてくれた魔導士かい？依頼の内容は把握してるね。はい、森のモンスター退治ですよね。任せてください。君はもしや大魔党演武に参加していた子じゃないかい？それじゃあお仕事してきます。あ、ちょっと君、なんだかやりづらくなっちゃったな。でも仕事は仕事、やってやるわ。よし、頑張らなきゃ。よし、行こうよ。覚悟はできてんだろうな。ありがとう。
愛が精霊を強くする、レグルスインパクト。さて、アイスメイクランパード。こんなもんかな。君、あ、ちょうど終わったところですよ。これで安全に探索が。影で見ていたが、いやー、さすがフェアリーテイルの魔導士。大魔党演武で優勝しただけのことはある。ありがとうございます。でも私自身は不甲斐ない戦いばっかりで。そんなことはない。え、君のレイヴンテイルとのバトル、ボロボロになりながら必死に戦う姿に僕は心を打たれたよ。他の観客はあれを見て笑っていたが、僕はあれを見てフェアリーテイルのファンになったんだ。
んですか？すまない、少し暑くなってしまったね。それじゃあ僕は行くよ。これからも頑張ってくれ。はい。結果は残念だったけど、戦った意味はあったのかな。よし、次のお仕事も頑張らなきゃ。どこに行こうか。ここに行くぞ。さて、次は。よっと。帰ってきたな。